私は24年間デザイナーという夢に向かってまっすぐに進んできましたけれども、まあ、この年になって新人という言葉がとてもちょっと照れくさく、ただこれはきっとこの時期にいただけるこの賞にきっと意味があるんだなという思いを込めてとても嬉しく思っております。新人、新しい人と書いて新人、ここに、年齢だったり、経験だったりそういったことはなくて、やる気や好奇心や行動力があることがとても大切なんだなと改めて感じました。その際にですね、初めて出会った時から山沢社長に、この企画は、自社だけではなく、他社も巻き込んで一緒にやりたいと、お話ししたのを覚えております。その当時は、コロナがありファッション業界がやっぱり落ち込んでいて、なのでファッション業界にとって、ポジティブなニュースになればと、思いました。そして、この、皆さんのお店にですね、一軒一軒回りまして、最初は驚かれたんですけども、この思いに共感をしてくださって一緒にプロジェクトがスタートしました。でその後ですね、数え切れないほどの取り組み先に回ってですね、商品開発を進めてきました。そして最終的には70の取り組み先、70以上の取り組み先、200種類以上のアイテムを作ることができ、そしてですね、毎日ファッション社、毎日新聞社はじめ多くのメディアの皆様に取り上げていただいて、日本中にメッセージを発信することができました。そしてこのような賞をいただきまして、この場をお借りしてですね、これは一緒にお取り組みを進めてくれた、ブランドやアーティスト、学校の皆様、そしてメディアの皆様、そして、各社の、従業員の、メンバーの皆様に本当に心から感謝を、お伝えできればなと思っております。サスティナブルや SDGs が当たり前になる未来を目指しながら、それの中でもやっぱファッションはいつまでたっても豊かさだったり高揚感を与えられるものと信じて、そして自社だけではなく業界全体をより良くしていけるように、今後もこのような企画を続けていければと思っております。この度は本当にありがとうございました。
混ざってこのような賞をいただけるのがおこがましいような、でもそれ以上に誇らしい気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。これからは大手を振って逆さ大盛りになれるなっていうのはどういうことかと言いますと、ファッションピープルの前ではミュージシャンの顔をして、ミュージシャンの前ではファッショニスタの顔をすると。ともあれ、子供の頃から、好きなレコードを聴いて好きなファッションして暮らしていけたらいいなって思っていた夢が、ほぼ叶ったような、まあ大きな責任が伴ってくるっていうのは誤算だったんですけれど、でも今までどんなことがあってもファッションは私を勇気つけてくれました。この先の私の夢はとにかく続けること、シンガーソングライターとして、歌を作ることとパフォーマンスをすること、文武両道で頑張っていきたいと思っています。今日は本当にありがとうございました。伝えていければと思っております。本日は誠にありがとうございます。